どうも皆さんはこんばんちは、カリュウです。はい、今日もやっていきましょう。復活の刑清原和博物語第10話でございます。はい、見事ですね、第9話が最終回にならずに済みました。ね、先週ですよね、1週間で目指せ、1週間で、ね、再生回数20回という目標を立ててですね、1週間我慢して これの、ね、動画撮るのを我慢して見守ってたんですが、見事、4日の14時間で、再生回数、視聴回数がね、20回いきました。これもう本当に皆様のがね、見てくれたおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。そしてですね、早速もう今週の目標を発表しちゃいたいなと思います。今週の目標は高評価ね、1週間以内に高評価の数が10いったら、この復活の刑清原和博物語シリーズを、まあ、継続で、いかなかったらもうこの第10話が最後でございます。果たしてどうなるのかね、やっていきましょう。で、今回の動画ではこのオリックス戦3連戦とロッテ戦、3連戦でちょうどあの交流戦が終わるんでね、ちょうどいいかなということで、ここ、6月の14日まで、進めていこうと思います。で、個人成績、個人記録ですね、見ていきましょうということで、はい、相変わらず化け物です。打率が8割8分7厘、安打が235本、ホームラン139本、打点260ということで、あと残すはあのイチロー選手のね、あのメジャーリーグの最多安打の記録だけかな、 1シーズンのね。で、チーム順位はもちろん1位でございます。で、マジックが58ですね。ね、頑張って優勝できるように、まあ、優勝すると思うんですけど、やっていきましょう。はい、では、オリックス戦3連戦初戦やっていきましょう。京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。はい、ではやっていきます。バッターは注目のルーキー清原。バファローズ初回から相手打線に捕まっています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取って。オッケー、いいね、確定フォローする、やっぱかっこいいな。はい、140号です。バファローズ追加点を許します。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。いやー、いいなこの立ち上がりを攻められています。バット投げやっぱいいよな。さあ、4番バッター清原、向かい表第2打席です。まだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。おー、よく見た、はい、さあここはしっかり守りたい。オッケー、レフトに強い打球、ホームランじゃないけどとりあえずツーベースにはなるでしょう。よしよしよし、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。オッケー、これで6対8、お、でも8対0、9対0になった。さあ4回の表、さあ2番手のアーニシ投手がマウンド上がってますね。いや、勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも、さあきっちり打点とホームラン数を稼ぎましょう。おお、バックスクリーン、今日2本目ですね。これが今日2本目のホームラン、えぐい。さあもうこれはもう勝ちですね。13対0ですから、ほぼほぼ5回の表でこの点差、はい、これは勝ちだな。どうだ、はい、ファールか。さあ3打席連発といきましょうか。ランナー3塁1塁としています。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドレッツ、どうだ、打ちました、よし、当たりいいよ。オッケー、いや、オッケー。さあまだ打席が回ってきます。バッターは4番、すごいな、先ほどの打席で。さあ16対0です。いや、ナイスホームランでしたね。えぐい、ここは気持ちよく点差がえぐいぞ。そうですね、どうだ、打ちました、またいったか、オッケー、すげえな、これ20対0。なんと3打。えぐ。さあ、第6打席です。
打席には4番バッター清原。さあここも打っちゃいましょう。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。さあ4番手宮城選手が下がってますね。ああ、またいった。はい、一番上の席まで154メートル、えぐいわ。はい、見事21対0というね、もうすごい試合で勝ちましたね。あ、だけどあれじゃないんだ、ヒーローじゃないんだ、あんなにホームラン打ってんのに。ね、6打数6安打ホームラン5本ってすごすぎるでしょ。はい、オールスターファン投票途中経過見ていきましょうか。はい、清原選手が22万5984票と、これ多分得票数トップっすね、多分ね。他のだってセパ合わせても20万票いってる選手はいないもんね、さすが。はい、では、オリックス戦3連戦2戦目やっていきます。なんかちょっと鼻が詰まってるな、大丈夫かな。京セラドーム大阪です。セパ交流戦オリックス。はい、ではやっていきます。お、いきなり1回からチャンスですね。打順は4番ワンアウト、一塁二塁で広げています。第1打席です。さあ1打出れば先制という場面。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないように。お、行ったかな、伸びていく、どうだ。 OK、 145号、先制の。これ150いきますか。い、速い打球でしたね。あっという間にもう普通に行くと思います。はい、そして2回の表、ね、1回の表に第1打席が回ってきて、2回の表に第2打席が回ってきて、まあ、大量得点の試合になるよくあるパターンですけど、まあ、さあ第2打席、ここはこれ以上点はやれません。さあノーアウト満塁、さあここはしっかり守りたい。おっと、これはちょっと体に近いぞ。おっと、これも体に近いぞ。これは激おこ案件かな。いけ、 OK。 ホームラン、満塁ホームラン。さあ2試合連続の満塁ホームランです。さあまた20対0みたいになるのかな、これは。4回の表で10対0だもんね。ひどいよなこれ。えい、3打席連発。ソロホームランが出ました。力の。さあ第4打席、4番バッター清原、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは来ました。おい、これもいったでしょ。レフト下がっていく。おい、余裕だわ。さあ0点ではなかったけど14対5まで来たか。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。どうだ、はい、今日はバッティング絶好調。さあ、ランニス選手がマウンド勝ってますね。入った入った、はい、いきます。ツーランホー、さあ、あと1本で、通算155ということで、さあ、打てるか。155、バッターは清原、ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。えぐいな。さあ、初球は何か。おっ、あー、ちょっと困ったかな。あー、ダメだ。はい、まあ、この試合で155はなりませんでしたと。でも18対5って、18対6で巨人が勝ちました。オリックスちょっとひどくないか。負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が。だって2試合で6点しか取れてないんでしょ。ひでえな。はい、そして、オリックス戦3連戦最終戦ですね、やっていきましょう。多分この試合で150号は出ると思います。はい、ではやっていきます。京セラドーム大阪です。よし、さあ150号打つぞ。
そう、打率もね実はちょこちょこ上がってます。バッターは清原、8割9分2厘。ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。どうだ、打ちました。レフトが追いかけますが頭を越えました。さあここはツーベースかな。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズピンチになりました。さあ、お、珍しく今回はオリックスが先制取ってますね。はい、4回の表追いかけるジャイアンツの攻撃。まあここで逆転するんですけどね。清原、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。どうだ、あ、止まった。高く上がった。ホームラン打てねえな。破りました。打ったとりあえずツーベース。二塁に向かいます。よし。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。さあここでね、他の人たちがお繋がって大逆転した。よしよし。ここで離さあ逆転しましたよ。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから。さあまだアルバース選手が入ってますね。攻撃したいですね。その警戒すべき清原バッターボックスです。さあ、おい、やっぱスライブ捉えるの難しいわ。二塁ランナー三塁も回った。それはマジで魔球ですね。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ジャイアン警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われます。さあこの試合で出るでしょうなんて言っときながらもう7回の表まで来てしまいました。やばい、もうそろそろ打たないと。どうだ、打ちました。これを言ったでしょ、行ったでしょ。あー危ねえ、危ねえ。ちょっとね弾丸ライナー気味だったので行くかなと思ったんですけど、なんとか行ってくれましたね。よしよしよし。はい、これでシーズン150号です。相手主砲の結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。終盤で大きな追加点を奪われました。はい、第5打席ですね、やっていきましょう。さあまだ2番手の吉田選手が投げてますね。初球は何で来るか、打ちました。痛烈、切りました。ファールボールです。惜しいボールでしたね。はい、低めわずかに外れてボール。打った。これはちょっと低いか。スタンドには届きません。一塁減点、二塁に向かう。間に合うか。どうだ、あーダメだった、残念ながらツーベースになったんですけどダメでした。はい、7対4で、ね、見事巨人3連勝ということで、ね、このオリックス戦3連戦を終えることができました。はい、そして、ね、交流戦残すはロッテとの3連戦になります。はい、ではロッテ戦3連戦やっていきましょう。これが終わったらもう交流戦終わりでございます。照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。はい、ではやっていきましょう。はい、巨人が1点ね先制して、打率は9割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。さあ先発は岩下選手ですね。さあ3球目は何か、打ちました。あっと、強い当たり。やべ、今ショートゴロだと思った。ファーストランナーセカンド、絶対今ショートゴロだと思った。危ね危ね。はい、バッターランナーは2塁到達。マリーンズ、ね、ツーベースになりましたね。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。はい、では第2打席やっていきましょう。入った、高く上がった、入った、ホームラン、さすがでございます。ホームラン、マリーンズその差を4点に広げられる重い一発となります。5番に一発を浴びてしまいました。その差4点。さあそしてバッターボックスには清原入ります。第3打席やっていきたいと思います。満塁となっています。満塁のチャンス、おー、ちょっとここは無失点で決めないといけませんよね。あれでしたね。あー、どうだ、さあホームランとはいかないが、ツーベースかな。ランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。はい、ジャイアンツ
さあ6対0、さあ7回の表にまた1点取って7対0にしましたね。これはもう勝ちでしょう。これは勝ち確な試合ですね。さあ行ったか、おお今行ったかなと思ったんですけどね、ポール直撃かなと思ったんですけど、そうはいかなかったですね。悔しいな。さあワンストライクツーボール、ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。どうだ、これはいったんじゃない。オッケー、スタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで8対0、主砲の一振り。打席には、はい、では第5打席です。やっていきましょう。先ほどの打席でさあ打率もね急上昇中です。まんまと打たれてしまいましたよね。あ出ちゃいけない人がいる。よいしょ、さっさと国に帰りなさい。ダメですよあなた今出ちゃう。ダメだダメだ、モザイクしとかないと。あダメダメダメ、アップダメアップダメ。ダメ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 、今の選手ダメ出しちゃ。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封しました。見事巨人が勝ちましたね。もう後でちょっと編集であの投手にあのモザイクとかかけておきますから、後で頑張って、はい、なんかスタンプかなんか押しときます、はい、では、巨人戦、あ巨人戦じゃない、間違えた、すいません失礼しました、ロッテ戦ですね、3連戦2戦目やっていきます。なんで巨人戦って今は清原が所属しているチームが巨人なのに。はい、ではやっていきましょう。今日取り直してね、上空曇り空の中ゲームがスタート。はい、ではやっていきます。さあそして打席には清原が入っています。さあ先発は石川投手ですね。気をつけたいバッターですね。さあアウトカウントが1つ増えました。さあ初球叩いて、はい、はい、見事な一振りでした。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。見事なホームランでございました。はい、では第2打席やっていきます。さあ9割復活あるかな。ファウルです。オッケー、これいったか。オッケーいった、ホームラン、ソロホームランが出ました。余裕だな。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。余裕です。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早い。さあ5回の表ですけども、4対1で巨人がリードしているというところで、初球ボール、さあ牽制、もう一発打つかな。あー詰まった。レフト線へ打球伸びる。まあまあしょうがないね。ファーストランナー、セカンド、ちょっとボール球気味だったんで、まあこうなるのもしょうがないかなって感じですね。ジャイアン警戒していた相手ですが、タイムリーが出て、はい、では7回の表やっていきます。8対1で巨人がリードしてますね。お、行ったかな、行ったかな。 OK、 ソロホームランが出ました。さあ絶好調。さあ第5打席ですね、9回の表やっていきましょう。先ほどの打席でソロホームランを放っています。さあ打たれてしまいましたね。1試合4本なるか。はい、スタンド一直線、レフト完璧。ソロホームランが出ました。これで、はい、これで1試合4本ですね。はい、見事11対1で巨人が勝ちました。敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしても、はい、ロッテ戦3連戦最終戦やっていきましょう。この試合がね、この動画の
最後の試合となります。はい、ではやっていきましょう。今日は晴天に恵まれました。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。セパ交流戦、千葉ロッテ。よーし、はい、やっていきましょう。今日ロッテの先発は美馬選手ですね。さて、マリーンズの先発は楽天のね、ここまで11試合に登板して3勝3敗という成績。前回の登板どうだ、打ちました。この辺りはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう、はい、バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。さあ、これでさあ2対1として、いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っ、はい、これは完璧。一直線入った、よし、ソロホームラン、158号ですね。いや、速い打球でしたね。あっという間に。さあ6回の表、初球空振りです。おっと、追い込まれた。いいストレートですよね。はい、高めストレート、空振りでストライク。どうだ、打った、さあ打球はセンターだが、お、打てたな。センターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打。はい、3番手のハーマン選手がマウンド上がってますね。打率10割ですが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。さあどうだ、あー、ちょっと切れましたね。さあ、このナックルカーブっていうのはね、俺も嫌いな変化球の一つなんですけど、打ちづらくて、あのクラブとナックルカーブは味方につければ最強ですけど、敵にしたら本当最悪っていう変化球だと思ってます。さあ、これで159号ですね。あと1本で160本、意外と打ててますね、しっかり。はい、第5打席やっていきましょう。9回の表です。さあ、まだ、3番手のハーマン選手が投げております。いや、ナイスホームランでしたね。ここ出たよ、ナックルカーブ出たよ。そうですね、オッケー、完璧。はい、160号ですね。はい、見事7対1で巨人が勝ちました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せない。はい、ということで、復活の系清原和博物語、第10話をやってきたんですが、いかがだったでしょうか。ね、もう一度言いますが、今週の目標は1週間以内に、高評価の数を10以上、これが今週の目標でございます。皆さん、よかったら協力してください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあそろそろね、動画締めたいと思います。この動画が面白いな、いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ぜひ高評価もね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。